南極行動中の砕氷艦富士は1月17日昭和基地へ8年ぶりの接岸に成功。昭和53年南極観測の支援活動が開始された。春の行楽シーズンの訪れとともに、僕らの平和博が奈良県あやめ池遊園地で4月1日より開幕した。広い会場には火砲、戦車、ヘリコプターなど各種航空機が展示され、楽しく見学する家族連れの姿があちこちで見られた。屋内の陸、海、空展示館では通信機や被服、艦艇、航空機模型などがパノラマ式に紹介された。博覧会会期中の各種支援には第45普通科連隊を主力に第3師団の各隊などから連日約200名が当たった。第7回日本ジャンボリーは8月4日から5日間皇太子殿下ご一家をお迎えして開催。会場の東富士演習場には福田首相も姿を見せ、陸上自衛隊輸送支援隊のジープで各文化会場を視察した。会場支援には陸上自衛隊から第一特科連隊を主力に隊員870名が派遣され、会場整地から通信、音楽、衛星、給水などの支援を行い、関係者やスカウトから感謝の言葉が寄せられた。陸上幕僚監部、方面総監部の抜本的機構改革が行われ、1月30日より施行された。従来は一般幕僚を部、特別幕僚を課及び官室として指揮官のもとに並列に置く制度を採用していたが、指揮命令系統の一元化、業務の簡素化などを目的として部の下に課を置く直列方式となった。北部方面隊にとって27番目の駐屯地が美唄市に新設された。3月25日東千歳に駐屯していた第126特科大隊350名を主力部隊として、30型ロケット24機とともに美唄市民の歓迎を受ける中、移駐を完了した。昭和53年度から音楽科の家庭教育を中央音楽隊が担当することになった。最新設備の整った音楽講堂の完成を待って、3月25日中央音楽隊は芝浦分屯地から浅香駐屯地へ移駐した。また東部方面音楽隊は浅香駐屯地より芝浦分屯地に移駐した。防衛大学校第22期本科学生474名及び第15期理工学研究科学生74名の卒業式が3月19日金丸防衛庁長官、安倍内閣官房長官をはじめ国会議員など多数の来賓を迎えて行われた。式場、幹部自衛官になる諸君は国民の尊敬と信頼を受ける良き社会人になってほしいと福田内閣総理大臣の訓示が読み上げられ、栄えある卒業を祝した。海上自衛隊幹部候補生学校卒業式は3月20日大賀海上幕僚長をはじめ部内外の来賓を迎えて行われた。
第28期一般幹部候補生など9人の婦人自衛官を含む245名の卒業生はそれぞれ各隊へ巣立っていった。3月16日、平野航空幕僚長は関係者に見送られて離任。第14代航空幕僚長に武田五郎航空総隊司令官が儀仗隊と航空音楽隊の栄誉礼に迎えられ着任した。昭和52年に成立した防衛二法に基づく航空自衛隊第3航空団の移住と輸送航空団の内部組織の改編が3月31日付で完了した。昭和32年に愛知県小牧基地に編成された第3航空団は青森県の三沢基地へ移住、北部航空方面隊令下に移った。これにより北部、中部、西部各航空方面隊にそれぞれ2個の戦闘航空団が適正配置されたことになる。また輸送航空団は3個輸送航空隊に組織を改編し、第1輸送航空隊を小牧基地に、第2輸送航空隊を入間基地に、第3輸送航空隊を団司令部とともに美保基地にそれぞれ配置し、従来入間基地に置かれていた入間航空隊は整理された。この改編により災害派遣時などの緊急輸送が短時間で支援できるようになった。4月5日、松島基地に第22飛行隊が新設され、第4航空団令下に編成された。同基地に配置されている第21飛行隊とともに、新鋭機の T2 機を装備する部隊であり、共に戦闘機パイロットの訓練部隊として今後の活躍が期待されている。4月10日第8航空団に所属する第304飛行隊の F4EJ 機による警戒待機が築城基地で開始された。昭和52年の7月に F4EJ 機が胴体に配備されて以来、妖撃戦闘訓練を重ねてきたが、アラートハンガーも完備し、この警戒待機の任務に就いたものである。これで西日本方面の防空体制が一段と強化された。めっきりと春めいた3月24日護衛艦夕雲の引き渡し式が丸山事務次官を迎え、住友重工浦賀造船所で行われた。排水量2150トンの夕雲は山雲型護衛艦の6番艦として建造され、新鋭の装備を搭載し第21護衛隊に編入された。また川崎重工神戸造船所で建造中であった潜水艦八重潮は3月7日渦潮型潜水艦の最終艦として就役、潜水艦高潮とともに第6潜水隊を編成した。昭和53年度航空総隊戦技協議会が5月8日から5日間にわたって開かれた。協議会場は小松基地を中心に行われ、今回は射撃部門に F4EJ 機装備部隊が初参加した。 F4EJ 機による射撃部門の協議は高度1万フィートで行われ、強い重力のかかる中、20ミリバルカン砲が標的に向け撃ち込まれた。この結果、妖撃戦技部門では北部航空方面隊チームが優勝、射撃部門では総隊間もない第8航空団の第304飛行隊が初勝利を収めた。
陸幕指名の多方面区天地演習は中部方面隊の第13師団により6月下旬から約1ヶ月間部隊を北海道に移して行われた。往復5000キロメートルにも及ぶ師団の長距離機動は陸上自衛隊始まって以来の大演習で、海上自衛隊、航空自衛隊の協力を得て沢山師団長以下2500名、車両400台、航空機8機が参加した。演習は広大な八臼別演習場で第15普通科連隊戦闘団検閲、紅白の実弾射撃などが繰り広げられた。海上自衛隊夏の恒例行事となった公海訓練は7月23日伊豆大島東方海域で行われた。今回は3000トン級の大型護衛艦が4隻も勢ぞろいし、特に最新のミサイル護衛艦たちかぜが初登場したのが印象的であった。各艦とも駐日武官や一般見学者3400名を乗せ、船から船への人員移載訓練などを見学した。今回の訓練は一般市民の間に広がった防衛機運の高まりもあってなかなかの盛況。爆雷の投下、ロケット弾やボフォースの発射なども行われた。4月17日、ドイツ海軍練習艦ドイッチェランド4880トンが東京晴海ふ頭に寄港した。ドイッチェランドには艦長ゲルハルト・クランケ海軍大佐以下430名が乗艦しており、遠洋訓練航海の途中立ち寄ったものである。一方、我が海上自衛隊練習艦隊の遠洋航海は今年で22回目を迎え、7月7日、旗艦香取、随伴艦青雲の2隻に御室司令官以下700名が乗り込み、横須賀市営桟橋を出港した。今年は例年より早く梅雨が明けたため、この日は真夏の太陽の照りつける中、文字通り晴れの鹿島立ちとなった。艦隊は4ヶ月半の訓練とカナダ、アメリカなど4カ国の親善訪問の途についた。年明けて間もない1月14日、伊豆地方を中心とする伊豆大島近海地震が発生した。これに伴い陸上自衛隊第一師団などの2300名をはじめ、海上自衛隊が災害派遣され、余震の続く中、伊豆半島東海岸を中心に埋没現場発掘、道路の警戒、給水活動などが行われた。作業終了の1月3日までに延べ212,400名、車両4000台、航空機150機と大規模な災害派遣となった。また5月18日早朝、新潟県妙高高原町に広範囲にわたる地滑りが発生し、死者行方不明者13名、家屋の全壊16戸をはじめ、主要交通網が分断された。第12師団では第2普通科連隊を主力に約850名を派遣し、泥沼の中行方不明者の捜索や道路を切り開く作業に当たった。作業は数分おきに起こる土砂崩れに難航し、施設車両など機械力をフル回転させながらも深夜まで続行。8日間にわたる隊員の献身的救助活動に地元の人たちをはじめ多くの県民から感謝の声が寄せられた。6月12日には東北地方を中心にマグニチュード 7.5 の宮城沖地震が発生し、死者行方不明者29名、負傷者1000名、
倒壊家屋2000棟という大被害がもたらされた。また製油所の石油タンクから重油が流出するなど、復旧救援活動も多岐にわたり、陸上自衛隊では6月13日から6日間第6師団、第2施設団および第2特化軍延べ2100名を派遣した。10月24日夜、北海道阿武田町洞爺湖温泉町を有珠山の噴火で堆積した火山灰が大規模な泥流となって襲った。第7師団冷火部隊は16日間にわたって復旧救援活動にあたり、この間延べ5500名、車両1100両が災害派遣された。また町営浄水場も泥流に見舞われたため、第7補給隊機関は浄水セット8基を設け、温泉街主要箇所にタンク車を配置し、住民の飲料水不足を補った。別府市野口原に昭和32年に開設された別府駐屯地は南別府駐屯地と改称され、地区病院を残して整理。8月1日第41普通科連隊が緑の野口原から別府市大宮山地区に開設した新駐屯地に移住した。小雨模様の中、門標除幕などの開帳行事が行われた。海上自衛隊最大の5200トン型護衛艦の進水式が9月18日行われ、金丸防衛庁長官によって白根と命名された。白根は護衛艦として初の補艦防空用の短射程対空誘導弾を搭載するほか、国産の最新ソーナーを装備、昭和55年春完成の予定である。10月2日第35教育飛行隊は第4航空団から第1航空団へと編成外された。これに伴い T33 練習機9機と隊員150名が松島基地から浜松北基地へ移住し、再び飛行学生教育の任務に就いた。昭和40年百里基地に設置されて以来、首都圏防空の使命を果たしてきた第206飛行隊による警戒隊機は、10月31日 F-4EJ 機を装備する第301飛行隊へと引き継がれた。第206飛行隊は12月1日整理され、同日 F-4EJ 機を装備する第305飛行隊が同じ百里基地において新設された。9月8日、張再戦人民解放軍副総参謀長以下4名の中国軍首脳が来日し、高階統合幕僚会議議長を表敬訪問。一行は朝霞駐屯地を訪れ、広報室やプールのほか、体育学校学生の演じる閣議展示などを視察した。10月22日、中華人民共和国の小平副首相が日中平和友好条約の批准書交換のため来日。翌23日、元赤坂の迎賓館中庭で歓迎行事が華やかに行われ、陸上自衛隊第302保安中隊と中央音楽隊の栄誉礼を受けた。午前10時半、東京永田町の首相官邸において、両国政府関係者の見守る中、批准書の交換が行われ、新たな日中関係の第一歩を記した。
第5師団は陸幕指名により2年間にわたり夜間戦闘研究を重ねてきたが、その成果を9月5日から3日間鹿追駐屯地と鹿離別演習場を舞台に披露した。同じく陸幕指名の障害処理演習は9月22日から障害処理及び処理後の攻撃戦闘の戦法改善を目的として第12師団により関山演習場で行われた。この演習も過去2年間にわたり障害処理に関する教育訓練を積み重ね、その成果を展示したものである。一方、富士学校恒例の富士総合火力演習は9月28、30日の両日、東富士演習場畑岡地区において宮崎富士共同団長以下1300名が参加し、総合火力戦闘、近接航空支援などが展示された。演習は外国武官をはじめ富士学校防衛大学校の学生、一般見学者など延べ2万5000人の見守る中、壮大に繰り広げられた。航空自衛隊と米空軍との初の日米共同訓練が11月27日から三沢基地を中心に行われた。訓練は米軍機を我が国へ侵攻する敵機とみなし、これを航空自衛隊機が擁撃するという想定で行われ、米空軍はフィリピンのクラークフィールド基地から F-4E機など16機が参加。迎え撃つ日本側は北部航空方面隊隷下の F-4EJ機など延べ30機が参加し、互いに日頃の技量を競い合うとともに友好も深めた。1978年音楽祭りは11月17、18日の両日、東京九段の日本武道館で4回にわたって公開。今年は陸海空自衛隊音楽隊を主に、各隊の太鼓グループ、郷土芸能グループ1200名が出演。またゲストとして相良直美さんが参加。武道館始まって以来という大規模な純白のステージに、各音楽隊のスピーディーなドリル、郷土芸能、勇壮な太鼓の共演が繰り広げられ、延べ3万3000人の観衆を魅了した。自衛隊記念日中央観閲式が観閲館に福田内閣総理大臣を迎え、10月29日埼玉県朝霞訓練場で行われた。観閲式はまず陸海空53個部隊約5500名の隊員による大行進。この日招かれた各国大使、公使、駐日武官や一般市民など3万人が見守る中、戦車、火砲など車両300両、航空機36機が参加。堂々のパレードを繰り広げ、会場からはその勇姿に惜しみない拍手が送られた。
11月1日防衛庁本館6階大会議室で事務次官の離着任式が行われた。丸山事務次官の後を受けて第13代目の事務次官として渡明氏が就任した。大平内閣発足に伴い12月8日金丸防衛庁長官は離任、職員に見送られて退庁した。第35代防衛庁長官には山下元理氏が就任し、儀仗隊の栄誉礼を受けた。12月12日新政務次官発令に伴い、翌13日竹中政務次官の離任式が行われ、新政務次官には有馬元春氏が就任。13日午後初都庁し幹部挨拶を受けた。山下長官は着任後の諸都巡視として12月14日から練馬駐屯地を皮切りに百里基地、横須賀基地など首都圏所在の陸海空自衛隊の代表部隊と防衛大学校を視察した。第一線部隊の現況について報告を受けた後、国の防衛という重要な任務のため頼りがいのある自衛隊になるよう頑張ってほしいと訓示した。昭和53年は安全保障防衛問題について関心が高まり、国会、マスコミ、そして国民各層で広く活発に論議が展開された。1月21日福田内閣総理大臣は初めて第84通常国会冒頭の施政方針演説において、国の防衛は国家存立の基本であり政府の果たすべき最大の責務であると、特に1項目を設け安全保障を強調した。F-15に関わる時間がありませんから主要点を申し上げるんですが、2月衆議院予算委員会では P3C F-15 の導入をめぐり、ことに F-15 の対地攻撃機能および空中給油装置について論議されたが、 F-15P3C は憲法が禁ずる戦力ではないとして、同装置を取り外すことなく保有することを決定した。抵触をしないという趣旨になってますね。6月、防衛庁は長官の指示により防衛出動に際し、陸海空自衛隊が部隊運用面でどのように対処するかということを中心とした防衛研究に8月から着手すると発表した。私は政府の立場としては、それでは国民の期待に応えられないんじゃないかと。とすれば7月に入ってクリス統合幕僚会議議長の防衛出動時における自衛隊の行動に関して諜報機的行動の発言があり、一挙に論議は奇襲対処とシビリアンコントロールの問題に発展し、時の最大の焦点となった。7月28日クリス統合幕僚会議議長は離任。新統合幕僚会議議長に高階武彦陸上幕僚長が着任。新陸上幕僚長には長野茂人東部方面総監が着任した。防衛論議はさらに有事法制へと拡大。連日マスコミを中心として世論が沸騰したが、奇襲対処と有事法制の問題が混迷し、種々の誤解と混乱を深めていった。一方、防衛庁が先に発表した防衛研究は期限を2年間として内局及び陸海空各幕の担当者によって8月着手された。
有事法制についても引き続き研究を促進するとともに、奇襲対処と有事法制について防衛庁は9月21日統一見解を発表、問題を整理し明確にした。日米安全保障問題については11月9日金丸防衛庁長官とブラウン国防長官との定期協議が実施された。11月27日には外務省において日米安全保障協議委員会が開催され、日本側から園田外務大臣、金丸防衛庁長官、アメリカ側からマンスフィールド駐日大使、ウィズナー太平洋軍司令官の出席により、日米防衛協力の指針が正式決定した。これによって日米安全保障体制下における有事の際の自衛隊と米軍との相互役割分担が明確になり、運用基盤が確立された。昭和53年、今年は安全保障防衛政策をめぐる論議に総括的な一応の結実をもたらした年である。そしてさらに今後の安全保障および防衛論議を全国民の支持のもと、より現実的かつ具体的に発展させる先駆けの年であった。